当に素敵で、これね、本当に私もう理解やってるんだけど、毎回もね、すごい素敵だなと思って、これで理解やってること、理解目なんですけど、本当に嬉しく思ってます。さあ次、この韓国文化院、このホールのボス。はい。はい、この韓国文化院の院長ですね。はい。韓日本会、院長をお呼びいたします。大きな拍手でお迎えください。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。こんにちは。ここでお願いします。こちらさんですか。あ、ソンです。あ、ソン。本当に実はギャグが好きで。コウさん。え、こちらさんです。おはようございます。高井さん、私はいつもコウと言います。韓国では、高は高いのコウで、それでコウ、コウさんと言います。はい、コウです。コウですか。はい。じゃあ今日初めて院長を会う方もいるので、質問を高橋さん準備ができたんですよね。はいはい、はい、院長にこの文化院の紹介をちょっとはいはい、ということでですね、いくつか院長に質問をしていきたいと思うんですけれども、よろしいですか。はい、まずですね、この韓国文化院いつ頃できたんでしょうか。この建物は去年、昨年の4月、そうですね、1年半ちょっと経ちましたけれども、うん、最初文化院が設立されたのは今から31年前、サンサインビルの池袋にあるサンサインビルで設立されて、今年が31年目になります。そのうちそのサンサインビルでは15年間ありました。そして皆さんご存知の麻布十番、そこでまた15年、で30年ぶりに韓国の政府が正式に土地を買って設計をして建てた、この建物、このビルに、去年引っ越してきました。はい、じゃあこの韓国文化院、どんな仕事を行っていますか。はい、もうほとんどご存知と思いますけれども、やっぱり我々の使命は韓国の文化を日本の皆様に知らせることなんです。あ、広報活動ですね。そうですね。はい、じゃあその韓流とかはそういうことを広めるために、具体的にはどういうお仕事をされていますかね。はい、まあ、韓流とすれば、もう長い、まあ、歳月が過ぎたんですけども、そのうち政府はあんまりこう韓流に対して特別な政策をしたことはないです。ただ我々文化院としては今持っているこういう施設を利用して、ここで映画やドラマの試写会をしたり、歌手、韓流スターを呼んでここで記者会見とかファンミーティング、こういうものをやって広報する、またはうちのホームページを通じて、広報する、そういった方法で、韓流を広報しております。まあ、ちなみにここ1年半になりましたけれども、この舞台でいろいろ行事を行ったことで、ここに来た、韓流スターといえば皆さんご存知のハジョムとか、チャンヒョクとか、これよく知ってますね。一緒に。また、カンジワン氏も来ましたね。もう、リュウシワンとか。エイジンギさんも来ました。あと、エイジンギさんももちろん来ましたね。リオンの人も、AKB48 も。あ、そうですね。AKB48。SKE です。そういう方もここを訪れて、いろんな、ご報をやってました。はい、では最後に今日来てくださった皆さんに院長から一言お願いできますか。はい、今日本当にたくさんの皆様、お越しいただいて本当にありがとうございます。ここ入る時に多分感じたと思いますけれども、今は5階から8階までは韓国大使館が入っています。そのため入り口の方に
警察がたくさん警備をしておりまして、威圧感を感じたかもしれません。しかしながら、我々文化院1階のギャラリーとか、2階のこのホール、また3階の東証営業支柱、また4階にあるサランバンとか、ハヌル城門、ハヌル庭園などには、いつも誰でも自由に出入りができます。これからも皆さん、この文化院もたくさん利用してください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。韓日本文化委員長でした。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、したさあ。さあ、それでは、最後にですね、はい、孫さんから一言いただきたいと思います。はい、はい、本当にありがとうございます。あと、道具から、あと私のギャグを、面白くないのに笑いをこうみんな私の親戚なんですからすいません本当にこう気遣ってもらってありがとうございます、ね、でもインテリラジオね私本当に、まあ、豪華人だけじゃなくて日本と韓国が本当にこう近くいや心まで近くもう皆さん好きな俳優好きな歌手みんな別々それぞれいると思うんですけれどもまあ基本韓国と日本の私たちがこういう、こう交流をすることが日本の皆さん、あと韓国の皆さんとこう心が近くつながることだと思うんですよ。それを私本当に頑張ってこれからの活動をしようと思っております。皆さん本当に今日ね、来てくださって本当に感謝するし、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、そしてこのイベントのために、まあ、今日のこの日のために3人そして他のたくさんのスタッフの方と一緒にいろいろ準備をしながら会議をしながら結構時間かけましたよね。そうですね、はい、ですが、まあ、実際やってみると結構ドタバタしちゃったりあまり進行上うまくいかなかった場合もあったんですが皆さんが楽しんでいただけたら、まあ、嬉しいんですが楽しかったですか？どうもありがとうございます。ね、まあ、このラジオ、インターネットラジオ、何でもかんでも、まあ、いつもはこの音だけ、音声だけで伝えているので、今日はですね、こういう機会を通して、まあ、目で楽しむっていうことを中心にですね、準備してきたんですが、まあ、これからももっとまたこういう皆さんの反応とかを見ながら、そして、まあ、この後またアンケートとかもありますからね皆さん書いていただいたらその意見とかをまた受け入れて次のそのインターネットラジオ何でもかんでもにもっとつなげてもっといい番組にしていきたいなと思いますのでこれからも応援をよろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。じゃあ次高橋さん最後の一言お願いします。はい、皆さん楽しんでいただけましたか？ありがとうございます。正直ですね、結構本当にバタバタしてしまって、まあ、私が間に合わなかったりですとかね、カラの時に実は手袋を私だけはめていなかったりとか、ドタバタしてしまったんです。ごめんなさい。知らなかった。ごめんなさい。今いいですか？実はですね、ケイタ君が用意してくれたんですよ、あれ。シールとかいろいろ貼ってですね、買ってきてくれたんですけど、ごめんなさい。はい、すいません。じゃあ次に踊る時は頑張って。ぜひ使ってください。はい。忘年会とか踊っちゃいますか？はい、そうですよね。はい、本当に3色、3着ありますから。あ、そうですね、はい、3人、はい、貸し出しいたしましょうか、はい、皆さんもカラーを踊られる際はおっしゃってくださいね。はい、ということでですね、本当に、まあ、カラーのはちゃめちゃな感じからですね、まあ、皆さんにプレゼントさせていただいたりですとか、あと孫さんと圭太くんの歌もありましたよね。もう若干忘れかけてきちゃったんですけれども、よかったですよね。で、あんな寒い孫さんがみたいな違う？あれ？大丈夫ですか？大丈夫でした。すごく素敵でしたよね。君のためにですね。はい、ありがとうございます。はい、ということで、本当は最初はラジオがイベントになるということでどうなるかなと不安もあったんですけれども、皆さんに、ま、少しでも笑顔になっていただけたらよかったと思います。ラジオはいつもこのように楽しくはちゃめちゃに、時には適当に、
時には和孫さんの寒さに耐えながらお送りしておりますので、お送りしておりますので、皆さんこれから毎週月曜日に更新されますので、ぜひ月曜日にはインターネットラジオ何でもかんでもお聞きいただけたらなと思います。どうも今日はありがとうございました。じゃあ最後の紹介したいです。はい、では改めまして委員長お願いいたします。菅義本委員長です。はい、手焼きに変わりましたよ。手焼きの同じく。じゃあ次の方です。キューです。はい、キューさんです。あと入江祐介さんです。入江さんです。ありがとうございます。はい、最後に終わったらそのロビーに皆さん待っててくださいね。挨拶に行きますよ。で、あと皆さん Q も音楽も本当に聴いてください。あと入江さんも CD が後ろにあるので皆さんもうちょっと待ってくださいね。はい、じゃあ今日ですね。あ、手繋ぐ感じで。はい、わかりました。今日皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。何でもかんでも頑張ってください。ファイティン。ケンタ君応援してます。ケンタ君今度こういう紹介してください。マイさんこんにちは。こんにちは。私も今一生懸命韓国語勉強してます。一緒に頑張りましょう。今日楽しみにしてます。頑張ってください。ファイティン。今始まる直前ですね。まあ楽しみですね。どうなっていくのか。まあもう本当にぶつけ本番みたいな感じなので、今回はもうやってもうその時その時もうよく対応しながら、まあ楽しく皆さんとねこういろんな呼吸ができればなと思いますので、楽しみにしててください。会いましょう。公開収録という、ね、企画ということで、僕こういう企画に出るの初めてなんですけども、すごい楽しんで演奏させていただきたいと思います。よろしくお願いします。皆さんに楽しんでいただきたいなと思う気持ちでいっぱいで、こんなになんか恥ずかしいお姫様みたいになっちゃいました。すいません、年がいもなく。今日の衣装のポイントは、衣装のポイントはですね、はい、ピンク、はい、ピンクです。なんか意味とか。いや、ないです、はい、元気な楽しい感じで、はい、よろしくお願いします。頑張ります。まして、キューです。どうぞよろしくお願いします。오늘이곳에서그라디오방송에게스트로노래를하러이곳에왔는데요앞으로도더더욱이런자리에여러분들을만나러더더욱자주일본에올테니까요기우항상기억해주시고그리고잊지말고더더욱사랑해주시면참감사하겠습니다。네、그러면은무대에서뵙겠습니다。こんにちは皆さん、今日本番前ですけど本当にありがとうございます。今日、まあちょっと面白いダンスもやらなくちゃいけないので、
ちょっとプレッシャーかかってるんですけれども、今日皆さんが楽しんでることを望んでいて本当に頑張っていきますので、皆さん応援してください。ありがとうございます。今日はちょい悪親父をイメージした衣装です。誰が決めたんですか、この衣装は。私です。あ、そうですか、はい、衣装までしても用意したわけですよね。もちろんです。あ、すごいですね。私はケイタさんの大ファンで、今日は一日楽しく過ごさせていただきました。ありがとうございました。何でもかんでもさらんへよ、ファイティーン。何でしょう、何でよく聞いていらっしゃいます。この間一回初めて聞かせてもらいました。こんな感じですかね。なんか、3人のキャラクターが組み合わせがとってもいいと思います。今日だから、いい感じの、初めての公開だったんですかね。すごくスタッフの皆さんのなんか写真を入れたりとか、ファッションをいろいろ着替えてきたりとか、オリジナルファッションとか、とっても楽しかったです。ありがとうございました。時々こうした公開イベントが、行ってもらうと、またファンとの交流もできていいんじゃないかと思います。見えないこのカメラの人もそうですけど、見えないスタッフの皆さんにもお疲れ様と言いたいと思います。ありがとうございました。ファイトは韓国語で何て言うんですか。ファイティング。ファイティング。何でもかんでもファイティング。どうも、カムサハムニだ。遅いけど、応援持ってます。高井さんには応援持ってます。高井さん、よかったよ。今日ハンボックとっても可愛かったんで、また次回もぜひ来てください。ラジオ毎回聞いてるんで、頑張ってください。ファイティング。実際に会ったのは初めてですね。そうね、直接会うのは初めてです。はい、ケイタ氏の教室の生徒なんですけれども、今回初めて伺わせてもらったんで、これからも3人で頑張って、今日も楽しかったです。ありがとうございます。何でもかんでもサラーヘを読めばいい。こっち悪いけど、チケットさんにあげる。娘に教えてもらって、はいはいはい、ありがとうございます。よかったです。さよなら。無事に忘れます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。これで、はい、ゼロの方で、とても和やかな、本当にリラックスした楽しいひとときを過ごせて、本当に感謝しています。これからも応援してます。インターネットラジオ、何でもかんでもさらげー。インターネット、何でもかんでもさらげよ。안녕하세요저대만에서왔어요앞으로도계속듣고있습니다인터넷도난데뭐간데뭐사랑해요사랑해요